パトリック・ジェームズ・パディ・マッコートは、北、アイルランド・ロンドン・デリー出身の、元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションは FW。兄のハリーも元サッカー選手。北、アイルランドのロンドン・デリーで生まれた、マッコートは、地元のスティール・スタウン小学校で学び、ホイール・ハープ・イフックで、早くからサッカーを始めた。その後、ロッチデール・デ・ LAFC のユースチームと契約した。 マッコートのポテンシャルは凄まじく、加入して1年足らずの2001年12月に、トップチームと3年半の契約を結んだ。ほどなくして、キダーミンスター・ハリアーズ FC 戦でデビュー。最初のシーズンは、23試合出場4ゴールを記録。最初に訪れた、マッコートのキャリア絶頂期だった。2002から03中は、ブラックバーン・ローバーズ FC。 マンチェスターシティ FC をはじめとした、プレミアリーグのいくつかのクラブから注目を集めた。2003から04シーズン、ロッチデールでプレーしながらも2部のノリッジシティ FC とクルーアレクサンドラ FC のトライアルを受けた。ゴールを挙げるなど活躍していたが、その後、怪我による不調で2005年2月にチームを去ることになった。ロッチデールの監督スティーブ・パーキンは、 マッコートに放出を伝えた。その後、マッコートは、スコティッシュプレミアリーグのマザーウェル FC のトライアルに参加した。2週間そこで過ごしたが、トライアルは、不合格だった。2005年3月に、ロディコリンズが監督を務めるアイルランドリーグの、シャムロック・ローバーズ FC とプロ選手として、契約を結んだ。マッコートは、最初の6試合で3ゴールを挙げると、 2005年5月時点で得点ランクトップに躍り出た。その後、クラブはスタジアムのコストが原因で資金難にあったためにトランスファーリストの選手全員をフリーで放出しなければならなくなった。しかし、マッコートだけは除外された。17試合に出場し7ゴールを決め、活躍するマッコートにブリストルシティ FC とクイーンズパーク、レンジャーズ FC が関心を示した。 次の資金が必要だったチームは手放すことを決めた。マッコートは地元のクラブでアイルランドリーグに越境参加しているデリーシティ FC と契約を結んだ。移籍金は6万ポンドと見られている。このシーズンは選手協会が選ぶ最優秀若手選手賞を受賞した。マッコートは移籍するとチームを2005年、2006年と2位に押し上げる手助けをした。 特に2006年は UEFA カップ一時二次予選のイフックヨーテボリとグレトナ FC に勝利し本戦出場。国内ではカップとリーグカップ優勝に貢献した。2007年はシーズン通算30試合6ゴールを記録、リーグカップで再び優勝した。マッコートのスキルにウエストブロムウィッチアルビオン FC が興味を示していると伝えられた。 デリーシティは、このプレミアリーグに新たに昇格したクラブと合意に、達したと、2008年6月に発表した。セルティックパークを歩くマッコート2008年6月、デリーシティは、セルティック FC とマッコートが合意したと伝えた。しかし、ウェストブロムも、選手とクラブ両方と合意していた。最終的に、マッコート本人が、セルティックに参加することに魅力を感じ、 手助けをするために、グラスゴーへの移籍を志願した。6月19日にマッコートは、セルティックと3年契約を結んだ。10月25日のハイバーニアン FC 戦でデビューを果たした。マッコートは、セルティックのリザーブチームで顕著なプレーを見せた。特に、2009年4月28日に行われた、グラスゴーレンジャーズ FC 戦では、好調なプレーを披露した。 8シーズン連続となる優勝に貢献し、キャリアの頂点を迎えた。また、オフシーズンに開催された、ウェンブリーカップや、マンチェスターシティ FC との試合でも、好プレーを見せた。9月23日、リーグカップのフォルカーク FC 戦で5人のディフェンス陣を突破し、チップキックで相手 GK、ロバート・レイニクの上を通すという、記憶に残るゴールを挙げた。 その3日後の26日にセントミレニ FC 戦でリーグ初ゴールを記録した。6人のディフェンス陣を突破してゴールするという3日前と似たようなゴールだった。2010年1月24日のセントジョンストン FC 戦、ペナルディボックス内から右隅にシュートを決めてリーグ戦2ゴール目を挙げた。また、7月18日のシアトルサウンダース FC との親善試合では、 2ゴールを決め2から1の勝利に貢献した。2010から11シーズンの開幕戦、昇格したばかりのインバネスカレドニアン失する FC 戦で苦戦していたが、マッコートが一人で3人のディフェンス陣を突破し、端からゴールネットに突き刺した。これが決勝ゴールになった。セルティックパークにハートオブミドロシアン FC を迎えた試合では、 またしても3人のディフェンス陣を突破、チップキックで GK の上に通し、ホーム初ゴールを決めた。11月6日のアバディーン f c 戦では PK を決め、これが9から0で対象した試合の最後の得点になった。27日には曲がりくねったドリブルと正確なシュートでセルティックのホーム通算600点目となるゴールを決めた。 12月29日のマザーウェル FC 戦では巧みなドリブルから20ヤードものゴールを決め1から0で勝利に貢献した。8月15日にリバプール FC を含むプレミアリーグのいくつかのクラブが興味を示していることが報告された。2015年7月1日、フットボールリーグにのルートンタウン FC と2年契約を結んだ。2016年7月に グレネーボン FC と一年契約を結んだが、12月21日に、クラブとの双方合意に基づき対談。翌年2月21日、フィンハープス FC に加入することが発表された。2018年6月、現役引退を発表した。マッコーとは、元北アイルランド代表選手である。U-21 代表では、9試合出場した。 2002年4月に、監督のサミー・マッキロイは、スペイン代表戦に招集。A 代表デビューを記録した。2キャップ目は、2009年2月の2010フィファ、ワールドカップ、ヨーロッパ予選3マリの代表戦に途中出場した、ものだった。2011年8月20日の UEFA ユーロ2 0 1 2予選フェロー諸島代表戦で4から0と勝利。そのうち、 代表初ゴールを含む2ゴールを挙げた。マッコートは優れたボールコントロールとドリブル技術だけでなく、一人でゴールを決めるスキルを持っている。このプレースタイルからファンや評論家からはデリーのペレとの相性で呼ばれている。マッコートの兄もデリー式でプレーし、1991から92シーズンはアイルランドリーグの得点王だった。 現在、ハリーは、デリーシティのディレクター職についている。2011年1月12日に、北、アイルランドにある、マッコートの家のポストに弾丸が送り付けられた。セルティックの監督ニール・レノンとチームメイトの、ニール・マッギーにも、同じ週に、同じような箱が送り付けられた。ハードワーク・スティルツ・ビーダン・フォー・パトリック・ハットウエスト、ブロムプル・アウト・オブ・バトル・フォー。 マッコートアズ・セルティック・ターゲットであり、ウィンガー・ハット・エビ・パトリック・マッコート・バイオグラフィー、ハット・アイルランド、プレイヤー・オブ・ザ・イヤー・アンド・アザ・ワーズ、ハット・エビ・マッコート・シールズ・トランスファー・ツー。セルティック、ハット・セルティック・エス・マッコート・セズ・ヒ・ジャスト、ワンツ・ツー・ビー・テイクン・シリアス・リー、ハット・ミステリーマン・マッコート、エス・マジック・ショー、ハット・マッコート・スパークルズ・アズ・ケル・ツ・ウィン。 ハット・マッコート・スパークルズ・アズケル・ツ・ウィン。ハット・フォーチュン・フェイバーズ・ザ・フープス・アゲンスト・セインツ。アーカイブド2010年3月2日。アット・ザ・ウェイバック・マシン。マッコート・テイクス・チャンス・ツー。メイクポイント。ハット・インバーネス・ CT0 から1セルティック。ハット・セルティック9から0・アバディーン。ハット・セルティック2から。ニ・インバーネス・ CT ・ハット・セルティック1から0・マザウェル。 リバプールラインアップショックスープフォーセルティック S デアリー・ペレ・マッコート・ハットパディ・マッコートマグヌス・オカーンヒ・ジョイン・ルートンタウン BBC スポーツ2015年10月17日閲覧パッド・マッコート・ツー・リーブ・グレネーブンウィズ・イミリエート・エフェクト・バイ・ミューチュアル・アグリーメント BBC スポーツ2017年3月1日閲覧フォーマー NI ・ N.I. ウィンガー・パディ・マッコート・サインズ・フォーフィン・ハープス。BBC スポーツ、2017年3月1日、閲覧。パディ・マッコート・リコールド・ツー・ノーザン、アイルランド・スクワッド、ハット・マッコート・ギブン・シニア・チャンス、ハット・ラウル・モルズ・マシルロイ、S、メイク・シフト・サイド・イン・スパニッシュ・ストロール、ハット・マッコート・レディ・フォー・ヒーズ・セカンド・キャップ。サンマリノ・ゼロのサン・ノーザン・アイルランド。 ハットエヌ・アイルランド4のゼロフェロ・アイランズ、ハット・フーパー・エサ・ビッグ・ファン・オブ・ザ・デアリー・ペレ、ハット・セルティック・マスト・ギブ、パディ・マッコート・モア・ゲーム・タイム・ツー・シー・ヒム・フローリッシュ。セズ・エクス・ボス・スティーブン・ケニー、ハット・ハビング・ツー・アンサー・フィットネス・クエスチョンズ・ザ・オンリー、シング・リービング、パディ・マッコート・アウト・オブ・ブ・ブレス、ハット・ノーザン・アイルランド。リスト・オブ・トップ・スコーラーズ・ハット。 デアリーシティ2ミートイズシーズンチケットホルダーズハットバレッツインポストターゲットセルティックフットボーラーパディー・マッコートありがとうございます